ヨイタのニュースチャンネルです。調子などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、スガキヤラーメンというチェーン店ご存知でしょうか。まあ、全国各地いろんなラーメンのチェーン店あるんですが、主に中部地方をですね、中心として展開する、ラーメンチェーン店ですね。こちらに関して面白い記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら、名テレ、名古屋テレビからですね。スガキヤラーメンが1年間無料、創業75周年で75人にと言いますね。まあ、こんな感じで動画も出ています。記事を読みます。キャンペーンに投稿して当選すればスガキヤのラーメンが1年間無料で食べられます。ラーメン店スガキヤなどを運営するスガキコシステムズでは、先月で創業75周年を迎え、これを記念したキャンペーンを9日から始めました。店頭のキャンペーンでは麺類1品の購入につきラーメン1杯分に当たる麺類330円割引を配布します。割引券は9日から9月、今月18日までスガキヤ252店舗で配布され、今月19日から7月5日まで使えます。またツイッターのキャンペーンではスガキヤ公式、ツイッターアカウントをフォローしクイズに答えると、抽選で75人すべての麺類1年間無料の特典が当たります。応募は今月25日まで、無料になるのは6月1日から1年間ですということですね。まあ、こんな感じです。1年間無料と本当と思うかもしれませんが、もちろん上限はあるんですけれども、創業75周年ということを記念して75人に当たります。まあ、こちらは間違いないみたいですね。はい、こんな感じで、スガキヤのホームページですね。こちらにこう、スーちゃん祭り、コトキ祭り開催のお知らせというこんな感じでやってます。こちらですね。はい。で、スガキヤシステムズ株式会社では、創業75周年のお締めであり、以下の掲載画像の内容にて、75周年創業祭を開催いたします。弊社のこれからの変化、その先にあるさらなる成長の第一歩として、今までにない新しい企画といたしました。弊社は創業100周年を目指し、新しい取り組みにも積極的に挑戦し続けてまいります。今後ともご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。ということです。まあ、こんな感じで、まあ、先ほどの記事だったんですが、こんな感じでキャンペーンやってますね。こんな感じで、1年間無料ですね。こういう感じになります。まず、330円の、ラーメン1杯の値段ということで、まあ、今、ラーメンが何かをとりあえず頼めば、330円無料になります。まあ、次回これを使って、例えば、普通のラーメン頼むもよし、何かこう特製ラーメンですか、そういったセットを頼むよし、まあ、そういったのに使ってくださいね、という形ですね。それともこの1年間75周年、これ無料ですね。で、これで対象商品にまあご本人を含めて、4名様、お一人、これとか、いっぱい、まあ1名様は、お一人につき、ちょっと大きくしよう。あれ、なんか大きくならない、こんな感じですか。まあ、こんな感じになって、これでもうちょい大きくならないんでしょうか。こんな感じでしょうか。これが限界でしょうか。こんな感じで、これですか。で、4名様、お一人様、麺類1杯までご使用いただきます。なるほど、これですね、1日1回、ご本人様を含めて4名様。あ、なるほど。ということは、毎日4名様、なんでしょうかね、4名様分。ということは、すごい、まあ、量になりますが、まあ、それは結局、まあ、75人限定ということで、まあ、そこそこ、対応できる、量なんではないかということですね。はい。まあ、こんな感じで。で、ツイッターの方ではクイズ、スガキヤは〇〇周年、まあ、これ75周年ですよ。75周年というのを、記念して、こちらですね、公式ツイッターの、こちらがスガキヤの公式ツイッターアカウントですが、これですね、こちらのところにも応募してくださいよって、こんな感じになってます。今のところ、これですか、2149人、まあ、ツイッター、フォロワーの、あ、フォロワーというか、リツイートで、まあ、こんな感じになってます。ですから、ここちょっとクリックしてみますと、こんな感じです。まあ、こういう感じです。公式アカウントフォローして、公式引用リツイートしてクイズの回答から25日までですよって、こんな感じで、まあ、クイズこちらですね、こんな感じですか。こんな感じです。75周年ですか。まあ、そういった感じで出てますね。こんな感じです。これですね。引用リツイート。でもこれクイズ答えてないのかな。どうなんでしょう。とりあえずクイズリツイートして答えた上で、まあ、こんな感じで、いろいろこう引用とかリツイートしてるわけですね。こんな感じです。どうですか、これ75周年記念で75人、まあ、結構な量だと思うんですが、まあ、それぐらいは通常だったら耐えられるんだろうな。ただ、まあ、店舗がですね、中部地方中心なので、例えば東京とか大阪とか申し込めなかなか当たっても、まあ、どうなんだろうなっていうところですが、まあ、それはそれで嬉しいということで、もう申し込めないかもしれません。とりあえずこんな感じです。これですね、対象期間中、1日1回ご本人様を含め4名様、1人様麺類1杯までご使用いただきます。ということで、まあ、毎日4人が通えば、365日で、まあ、いや大体、2000倍、3000倍ぐらいですが、まあ、それだけ無料になるんですが、まあ、さすがにそれはなかなか難しいかもしれませんが、やっぱりそれはそれで挑戦してみるのも面白いかもしれません。こんな感じですね。はい。
では今回のこちらの記事と、こちらでリンクは概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、もしよろしかったらこちらのクイズですね、参加してみてください。で運よくこの75支援当たってみたら、それはそれで楽しいことになるかと思います。はい、では今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。